こんんにちは今日も始まりまりしたね、えー、吉田さんあのでも時代が変わっても私たち人間がどれだけねロボットや AI やいろんなシステムを手に入れても必ず必要とされるものっていうのは人はやっぱり誰かに話を聞いてもらいたいし誰かと話をしたいっていうこの対人っていうね欲求は変わらないんじゃないかなと思うんですよ。 あのいくらテクノロジーが進化してスマホが出てきて Facebook とかね Twitter とかが登録者を増やしても結局は誰かと会話がしたかったりするんですよね同時に自分が自分ではない何者かに変身したいという欲求もあるんじゃないかなと思うんですよインターネットの空間では普段周りの人に思われてない自分を演じることができて全く違う自分をそこで 作り上げるることができるんできんすよね例えば金持ちブランディングもきっとそうだと思いますしあのインスタ映えっていうのも普段冴さえない自分がインスタの本当ごく切り取った世界では多くの人に演じた自分を思い込んでもらえるっていうところですかねまあなりきることができるとあのコスプレ文化とかもまさにそうなんじゃないかなと思いますし、まあ、私もね結構そういうのが好きなんで。 男つらいよの作品の中に自分が出たような気がする、まあ、そんな形でねトラさんの格,、ねね、の格好をしてみたりとかね宇宙戦火大和の格好をしてみたりとか究極ナイトライダー車を買ってあのマイケル・ナイトになりきるみたいなこともありますよね。だから自分っていうのが、うん、一部は誰かのオマージュでありそれも込みで自分自身というオリジナルができるのかなっていうところはありますよね。 誰かの背中を追いかけるとか憧れのその人になりきるとか、まあ、ネットビジネスを始めた時でもまあ私はね気持ちはずっと広島ヒルズですからね六本木ヒルズではないけども広島ヒルズというね、うんまあ、そんなところじゃないですか今はだから隠居になりきってるって感じですかね、まあ、全然隠居とは似ても似つかぬ存在ですけどもまあ現代版テクノロジーの加わった隠居ってやつですか もう出まくるという陰、ね、ンしてなっいい、ね、て陽気ですか明るいところに出てるから陽気陰陽って言いますからね、うんまあ、まあまあ出てきますよ、まあ、でもやっぱり本当にね誰かと話したいっていう欲求誰かに聞いてもらいたいっていう欲求は人間が生きてる以上なくならないと思うんでそこがずっと誰かとコミュニケーションを取るっていうかね、まあ、BMW もそうなんですけどもあの このの車あなたのために作っっててますよっていう,ような、ね、ティーアップですよねあれもね。うん、で車に乗ってる時でも BMW の会社が自分の味方についてくれてるようなそんな気もしますし、まあ、私はトヨタ社長がねあのトヨタイムズで動画がだんだん出ててすごくいいことばっかり言ってるじゃないですかだからトヨタ自動車に乗ってる時にああトヨタの社長が俺の味方なんだなっていうねそんな仲間意識もありますねやっぱり個別動画を送られてくると。 そういういいところも心強だからやんないとねやっぱりね私たちもでも逆に言うと私たちはちょっと先行してましたよねこの何個別動画を撮りまくるっていうところで信頼を勝ち取って、うん、一体感とか安心感をね培っていたとすると当たり前のことなんですけどもあなたのために作りましたあなたのための車1台ですよあなたのための マイホームですよあなたのためのこのメッセージですよ。あなたのためのっていうね言葉がすごく心にしみるんじゃないかなと思いますよね。あなたのためにあなたのためにこれがまあこれが本当永遠のキャッチコピーかなと思いますね。いってらっしゃい。